皆さんこんにちは。日本すっぴん協会の佐々木です。今回は編集部がアラサー世代におすすめする化粧水の第3弾として、私がおすすめする2本の化粧水をご紹介したいと思います。秋と橘と同じように5000円以下でおすすめのものを選ばせていただきました。早速ご紹介していきたいと思います。1つ目にご紹介するのがこちら、エトボスのモイスチャライジングローションです。エトボスというブランドは、代表の小川一二三さんがご自身がすごく大人ニキビに悩まれていて、どうにか解決したいというところから誕生したブランドなので、もともとはスキンケアからスタートしているブランドになります。エトボスのスキンケアの特徴は、人型セラミドやアミノ酸といった高機能な美容成分に植物のパワーをプラスしているというのが特徴になっています。このセラミドというものは肌のバリア機能を正常に保つためにすごく重要なものでして、お肌が敏感な方であったりとか、あと揺らぎやすい方っていうのはこのセラミドが不足しているとよく言われています。この化粧水は人型セラミドといった高保湿の成分でしっとりと潤わせるというだけでなく、保水機能を高めてくれる、肌が水分を抱え込む力を高めてくれる成分もしっかりと入っているので、しっかりと保湿しながら保水力を高めるという、この2つ のアプローチでお肌を整えてくれます。で、私がこの化粧水をおすすめしたい理由としては、これだけ高機能なのに1本3520円という安さがまず一つあるのと、あとテクスチャー結構サラサラっとしているんですけど、重ねるとすごくもちっとするので、そのしっとり感が好きでよく使っています。私は結構たっぷり前顔に 2,3 回重ねて使うようにしています。続いてご紹介するのがこちら、バーチェリペアモイストローションです。このバーチェというブランド、実は先ほどご紹介したエトボスの姉妹ブランドになっているんですけど、エトボスよりもよりエイジングに特化したスキンケアブランドになっています。で、このバーチェの特徴としては、マルラオイルというものが配合されていまして、そのマルラオイルは南アフリカに生息するマルラの木から取れるんですけど、向こうでは神の木と呼ばれているものでして、そのマルラの木から取れる100% ナチュラル天然のマルラオイルを配合しています。すごく抗酸化力が高いものになっているので、エイジングケアにはすごくぴったりの化粧水になっています。で、さらに抗酸化だけじゃなく、高糖化というものもケアしてくれる成分が入っていて、なので抗酸化高糖化というこの2つのポイントをしっかりとケアできる化粧水なので、私はそこがすごく気に入っています。さらにこちらの化粧水にもエトボスと同じように人型セラミドを5種配合しているので、マルラオイルと人型セラミド、その他にもいろいろ成分入っているんですけど、すごく保湿力の高いものになっています。で、私がこの化粧水が好きなポイントとしては、安心感っていうところで、つけた後のしっとり感であったりとか、あともちろん高糖化や抗酸化にというのが分かっているので、つけているとすごくちゃんとケアできているなという安心感があるので、この化粧水すごくおすすめです。エトボスよりはちょっとだけお値段高くなって、確か4000円台ギリギリ5000円以下というところなんですが、乾燥が気になる方とか、あとエイジングケアをもっとしっかりやりたいという方におすすめです。以上が私がおすすめする2本になります。で、今回編集部がアラサー世代におすすめする化粧水ということで、秋が2本、橘が2本、私が2本の合計6本紹介させていただきました。それぞれにやっぱり特徴がありますし、なりたいお肌とか自分のお肌の状態とかもあると思うので、まだ他の2人のやつ見てないよっていう方はぜひそちらもチェックしていただいて、ちょっと化粧水、保水というところのケアを見直していただけたらなと思います。今回の動画が参考になった、面白かったという方はぜひチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。また何かこういうことを知りたいとか、スキンケア、ベースメイクでこういう特集を組んでほしいなどあれば、ぜひコメント欄に記載していただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。